そこに。さあ！さてと、それじゃあ、ネス。なあ、ジェネレート。ちゃんと生成できた。よし、僕もやってみるね。ジェネレートサーマル。ユージオもできたな。うん、こうやって生成した後は何らかの方法で解放して放てばいいんだよな。まずは普通の。フォームエレメント、アローシェイプ、フライストレート、ディスチャージ。あれ、矢の形になれって言ったのに。当たり前だよ、だってそれ。そう、忘れ。そうだ、あ、そうか。つまり神聖術も修練を積まないと使える技が限られてくるってことか。ああ、そうだよ、まったく忘れっぽいんだから。誰かさんは闘争の生成が苦手だったからちょっと心配だな。まあまあ、それはだな。でも僕がその分を補えば。補ってくれるのか。相棒だく。それは頼もしいな、ユージオ。よし、それでは闘争生成はユージオ君にお任せしようか。あ、でも神聖術の実技試験を最初から投げるのはなしだよ。検定試験。そうだったら仕方ない。俺も頑張って神聖術講師権限をできる限り上げることにしよう。
そして新生術の授業が終わった後、先生に用事を頼まれたユージオと俺は一旦別行動を取ることに。リーナ先輩。やあ、そうだ、もしよければまたお前とユージオに課外授業への同行を頼みたいのだが、いいか？はい、もちろんです。ありがとう。今度の課外授業は貴族の保有する領地、いわゆる資料地で行うらしい。わかりました。早速友情に声をかけてきますね。断ることはないと思いますが。ありがとう、心強いよ。もちろん行くよ。よし、それじゃあ準備しようぜ。でもちょっと不思議だな。いや、貴族の資料地で獣を退治するって聞いて、前にキリトが先生に質問したことを思う。ほら、ああ聞いたな。確か先生は北の忌まわしき人民を、その時指揮官として軍の先頭に立つために貴族。完璧、印象的。そうか、自分の職責を全うしないなんてことが本当にあるのか。病気で動けないとか、何かそういう理由があるならわかるんだけど。多分それはないだろう。
衛兵隊の仕事が溢れてるのはおそらく貴族が獣を討伐する義務を怠っているからだ。それじゃあ貴族は一体何のためにいるんだい？その答えを出すのは難しいけど。ごめん、こんなこと今考えたって仕方がないよね。準備してソルティリーナ先輩のところへ行こう。ああ、そうしよう。
いつか。行こうか。ご苦労様。ありがとうございます。メディノ、
どうして裸足なの？ああ、もうムカつく。ムカつくムカつくムカつく。あいつ、何の関係もないのになぜオルティナの助である私に関わっ、何より私はどうしてそんな奴に話してしまったんだろう。関係ないのに。やあメディナ、どうも。私に何の用ですか？何の用とは釣れないな。君と私は愛し合う仲じゃないか。要件は手短にお願いします。今日もセントリアは賑わっているな。たまには普段行かないような店も覗いてみる。どうしたのキリト、ぼーっとして。私の剣技に耐えられるか。やっぱりメディナはすごいな。下段構えからの攻撃もまた腕を上げたんじゃないか。この回避は父からの受け売りだ。正確にはオル。キリト、次は実技の授業だよ。一緒に行こう。まあ、わかった。
次は組になって冗談に。ありがとうございました、ソルティリーナ先輩。ふむ、キリト、また課外授業の様子。わかりました。